広島市の新しいサッカースタジアムの隣に整備される商業施設の名称が広場に決まりました。来年2月に開業するサッカースタジアムの東側と西側には広場が整備されます。広場にはカフェやスポーツショップのほか、広島県産の食材を使ったレストランなどが入る商業施設6棟を建設する計画です。広場の整備と運営を担う企業グループは、 今日商業施設の名称を広場に決めたことを明らかにしましたパッと笑顔が咲くようにとの願いを込めたということです工事は今月1日から始まっており来年8月に開業する予定です